お願い。諦めない諦めない。ロブが抜けたら前に詰めるという展開を解説していきたいと思います。本来であれば後衛の方がストレートにロブを上げる、いわゆる縦ロブで相手の陣形を崩してそれから前に詰めるということをしますが、今回は私がギリギリの体勢から触って上げたロブ、それからの展開となります。そのロブが意外と深く入りまして、白い方はノーバウンドで取ることをやめました。ワンバウンドで処理をするという形になりそうです。実際にワンバウンドさせて、白い方はベースラインよりも後ろで処理をするという形になりました。この状況を見て、私のペアである向こう側の青い方、この方は前に詰める必要があります。赤い方も思わず上がっている2人ともというふうに声かけをしてペアに教えようとしていますが、ちょっと声かけするタイミングが遅かったかなというふうに思います。ただこういう声かけはペアに対しては大事なのかなと思います。実際に前にいる人からしたら、ロブを抜かれてしっかり追いかけていってワンバウンドさせてベースラインより後ろから打つということはかなり難しい処理となるかなと思います。ただその処理をしている姿を見て前に詰めるという習慣をつけておきたいものです。もうこうなったら簡単なチャンスボールをあとは決めるだけ、そういった状況になります。私も簡単にスマッシュを決める状況と言いつつも、生徒さんに向かって諦めない諦めないと笑いながら言っている姿っていうのはちょっと問題があるかと思いますが、ちょっと置いといてまとめです。自分たちが眼光陣で相手が平行陣の場合、なんとか自分たちが平行陣に、ポジションを取りたいんですが、その一つの方法としてロブを利用して前に上がるという方法がジョダブでは必須になります。ロブを打てるかどうかとかですね、あとロブの質とか精度も大事になるんですけれども、そこはちょっと置いといて、ロブが抜けた場合ですね、相手がノーバウンドではなくてワンバウンドの処理をした場合、相手のポジションが下がりますので、それをきっかけに前に詰める必要があります。相手が処理を難しそうにしている姿を見て、ただ、後ろにいてしまうだけではなくて、その姿を見た瞬間に前に詰めるという癖をつけておきたいものですね。実際にこの場面になったら皆さんもぜひ実践してみてください。ご視聴ありがとうございました。諦めない諦めない。